さんこんにちは、ラオ先生です。さあ今回はコラボ企画となっております。共通テスト対策動画でおなじみパスラボのお二人です。ありがとうございます。パスラボのアガセリです。現在東京大学の3年生です。よろしくお願いします。はい、学びをエンタメに。どうもパスラボの千高谷です。僕も東京大学の法学部の3年生になっております。実は横浜翠嵐高校から東大にというルートだったのでラオ先生が存じ上げております。もう神奈川県の中だったらナンバーワンの高校ですね。いやいや、はい、という感じでこの2人を招いて今回動画を撮っていくわけなんですけれども、今回の企画は何ですか、ガミさん。今回の企画、俺数学は本当にあかんねん、数学苦手から脱却するために必要な言葉なり。はい、ということで今回はですね、数学の苦手から抜け出すために必要なことを3つに分けて皆さんにこう言ったらいいよっていうのを紹介してもらいます。まず1つ目、文章問題、2つ目証明問題、3つ目図形問題。この数学の苦手オブ苦手のね、はい、はい、この3つの問題が解けるようになるために必要なこと、やった方がいいこととコツと具体的なアドバイスを答えてもらえたらと思います。答え方はですね、いつもと同じ手元のフリップに書いてもらって一斉にオープンっていう形で回答してもらいます。はい、数学って当時得意でした？中学校の時実は苦手で、最初学校の授業だけで勉強してたんですけど全然得意にならないんですよ。特に今おっしゃってもらったその図形問題とか苦手だったんですけど、ちょうど高校受験対策したぐらいから得意になっていって。なるほど。逆にもう高校時代は数学一番偏差値高かった。おお、いくまですか？私は中学時代数学めちゃくちゃ得意な方で、でも本当に高校受験のためにめちゃくちゃ勉強して、そこからまたグンって伸びてっていう。ああ、なるほど。じゃあもう王者ですね。ここに聞いていけば間違いないけど。というわけで、それでは早速やっていきましょう。それでは1つ目、文章問題の苦手を克服するための方法。それではフリップに回答をお願いします。結構広いですよね。なんか計算の基礎やって次必ず利用が入ってくるじゃん。あー、入ってきますね。だいたいみんなそこで。確かに中1だと文字式の利用、方程式の利用、中2だと一番最初だともう式の計算の証明とかいうのが懐かしいですね。に入ってきますね。せっかくだったら高校受験にもつながる内容を聞きたいな。そっちでもいいです。縛られてる。あー、これむずいな、広すぎて。個性めちゃくちゃ出てる。そうですよね。じゃあ皆さんよろしいですか？それではいきます。フリップ一斉にオープン。こちらです。ドン。ラオティーチャー、分野ごとに分けるやり方を暗記。さ、100問耐久パターンを知る。100問。赤子さん、すべての数字を使い必要な数だけ式を立てる。おーおーおー。せいろさん、日本なんかあれですね、単元分立みたいな。確かに日本語数式グラフ翻訳、誰かが聞いておこうかな。ラオ先生めちゃくちゃ気になる。100問耐久。じゃあ僕から、はい、僕は高校受験をメインに見ていて、高校受験のいいところっていうのが1個あってですね、これやれば受かる。確かに。だからやれば受かるので、まあやりましょうという話になるんですが、とはいえ文章問題って解読ができない子にとってはすごく難しい分野だと思うんです。ただそれぞれの分野ごとで解読方法が違うというか、文章を自分の中でイメージにするのになんかこうそれぞれの通り数があるように僕は思うんです。例えば連立方程式の食塩水と、あとは原価と定価と割合の問題とか、そういうのって全然毛色が違うじゃないですか。ってことはそれぞれの分野ごとに、要はこれはこのパターンで解く、これはこのパターンで解くっていうのは一定覚える必要があるなって僕は思います。なので、まあ、それもそこの紐解きさえ見つからなかったら、まずはもうそのパターンを覚えちゃった方が早いよね。まあ、理解は要は解いてる中で後からついてくる部分も一定あるだろうから、まあ、それで100問耐久してください。でまずはこう暗記して、あ、こういうやり方でやるんだ、で数字がやってちょっと応用やった時にできれば乗り切れる。確かに。そうなので、まあ、それでこうパターンを知るっていうやり方が、まあ、一番自分の中ではちょっとこう忍耐が必要ですけど、でもまあ一番こう早くて効率的な方法ではあるのかなみたいな感じで思うので、これを紹介しました。習うより慣れろってことですよね。あ、そうですそうです。うまくまとめてくれた。そうなんです、もうまさに。確かに僕も中学時代とかはかなり湖の周りを A さんと B さんがこう回る系とか想像しにくいなっていうのはあったんですけど、はいはい、逆に食塩水とかだったら理科とかでめちゃくちゃ練習してたんでやりやすいみたいな。確かに人によって変わりますもんね。そうですそうです。だからまあパターンを知るっていうのがまあ一番いいのかなっていうふうに思いますね。じゃあ、アークさん、はい、全ての数字を使い必要な数だけ式を立てる。これは問題を解くときに意識することになっています。まず全ての数字何かっていうと、その文章問題に含まれている全ての数字、文章問題って言ってもそのどこの情報を抜き取るかってあんまり分かんなくなる時あるじゃないですか。でも普通の単純な計算問題とか解いてたらそれは数だけですよね、はい、それはめちゃくちゃ簡単に感じるのに、文章問題だけめちゃくちゃ難しく感じるのはやっぱりその情報量が多すぎてもう頭がこんがらがっちゃうことが皆さん多いと思うんですけど、やっぱりどこに着目すればいいかっていうと、必要なところはもう数字だけなので、一旦そこ
こう丸とか線引くとかして自分でシンプルに単純化するっていうことがまず必要だと思います、うん、でその後に式を立てるフェーズに入ってくると思うんですけど、やっぱり文字数が X とか Y とかいろいろ増えちゃうと上がっちゃうと思うんですが、2つ文字置くとすれば必要なのはその2つの式だけ、もし X だけであったら1つ X の式を置けば、まあ、X 求められるので、そこをちゃんとシンプルにして分かりやすく問題を解けるようになるかなというふうに思います。これ今めっちゃなるほどと思ったのが線を引く、これ文章問題解くときにもう真っ白な状態で考えても全然無理なので、その文章の重要な数字とかに線を引くっていうのはめっちゃやらせてます。それはもう回答欄見なくても問題用紙の使い方見ればできるかどうか分かるとかそういうメモ書きみたいなのも結構大事だったりします。では、はい、せやのさん、日本語数式グラフ翻訳と、はい、これ実はパスラボの数学の動画とかでよく言われてることで、僕も中学時代も高校時代も実践してたことなんですけど、これ多分中学生が聞いても翻訳英語じゃないんだからって思うと思うんですけど、意外とこれ密接に結びついてるってのがあるんですよ。例えば y イコール x の字を中3ぐらいから出てくると思うんですけど、それって多分数式じゃないですか。でもこれってグラフで出てくる時もあれば、あるいは日本語として、例えば軸がどこだろうとか、その頂点のところってどこって原点だよねとか、そういう風に日本語で説明するところもあって、文章題って多分この日本語なんですよ。なんだけどみんながなんで苦労するのかっていうと、それを数式にするこの翻訳作業がうまくできてないからってところで、実はこれ高校受験とか大学受験もどん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 問題レベルが難しくなると、グラフ介在させた方が分かりやすい時もあるし、あるいはこれも3つ全部使いこなせば解けるような問題出てくるしってことで、実は中学校の時ってこの数式だけが数学だと思いがちなんですけど、日本語で理解する時もあればグラフで理解する時もあるよ。これを頭に入れとくだけでも意外と回答解説とか見方も変わってくるんで、これはぜひ覚えておいてほしいなと思いました。それだわ。僕言いますもん、グラフなんで書かないのとか、なんでそれ y イコールの式に直さないのとか、めちゃくちゃ思う時あるんで、それですよ。ちなみにそれ矢印の方向がちゃんとなってると思うんですけど、それは意味ありますか？あ、すいません、これが違う、普通にそれミスです、すいません、深い意味はないです。二重になってるところがある。正しくはこうです。だから全部の数式ってグラフ化できますし、グラフも日本語で説明できるんで、ぜひやってみてください。確かに。それではじゃあ皆さんフリップを下ろしてもらって次の質問に行きたいと思います。はい、それでは2つ目、証明問題の苦手を克服する方法。もうこれは僕あります。僕が普段授業動画でも証明の授業になったら一番冒頭に言ってることですね。じゃあナオティンの意見は乏しいですね。なんで授業動画見ればわかるわ。確かに、まあ、証明問題はね、これ皆さん絶対に1回はねボカーンってなると思うからね。証明して何が意味あるのかってこれははなはな疑問なんだけど、未だにみんな聞いてくれないですね。あれ、この流れどこかの動画でもやりましたね。そういえばうちのチャンネルに女性が多分登場するのって初なんです。あ、光栄です。確かにそうですね。動画で挙動ってたらすいませんね。ラオ先生の調子が狂って。皆さん書き終わりました？それではいきます、フリップを一斉にオープン。はい、こちらです。ラオティーチャー、証明は記述ではない、当てはめである。赤さん、結果から逆算せよ。せのさん、トップダウンとボトムアップを使い分ける。おー、じゃあまあ尺が短そうなんで、ラオティーチャー。そうですね、多分この意見とほとんど一緒です。証明問題って書こうとするからできないんです、うん、でも毎回言ってる。証明問題っていうのは最後の絶対ゴールが決まってるんです。例えば合同証明とかだったら、この三角形とこの三角形が合同であることを証明してくださいって出てるわけじゃないですか。で、当たり前ですけど一緒じゃないですか。なんでもう一緒なのは確定なんですよ。で、これはなんで一緒なんだろうっていうことを探し出す作業だよって僕は毎回言ってる。まあ記述ではなくて、一番最後の証明したいものに照らし合わせて考えていく、まあ、つまり後ろからやっていくと証明はすごくよくできるよっていう感じですね。で、まあこれができるようになったら100問題中。はい、全てさっきの最初にいきなり記述しちゃうパターンってあるじゃないですか、うん、僕もその経験よくあったんですけど、その時って大体無思考なんですよね。とりあえずなんか書いとこうみたいな。でもその時って絶対書かないで最初にそっち考えると本当大事ですよね。はい、そんな感じです。次、じゃあ、あがったさん。はい、私もラオ先生と同じなんですけど、結果から逆算せよということで、本当に最後の結末、ゴール見えてるので、そこからどんどん逆算していって、その過程条件とその結果のギャップを埋めるためのパズルのピースを当てはめていくっていうようなイメージで毎回やってました。それもう初期からできてました、それ。いや、でもそれこそ最初はもうバーンって書いて途中つまずいてみたいなのあったんですけど、いろいろ問題を解いていく中で逆算っていうのを掴み取ったっていう感じです。うん、ちなみに逆算だと結末出なかったら無理じゃんってことになって答えないってこと。あー、なるほどね。それはなんか僕は1個やり方があると思ってて、例えば合同証明の1個前だったら平行線と書くっていうのがあったりとか、うん、垂直と平行っていうのがすごいあるじゃないですか、うん、中1中2 で、そこで習ったことを使っていくんですよね、当たり前ですけど、うん、なので1個も見つからなかったら多分それは証明に原因があるんじゃなくて、その前の見つけるのねっていう作業のできなさっていうのがちょっとあるんじゃないのか。
かな。平行って見つかったら、その錯覚と同位角をとりあえず見つけに行くのって、うん、もうなんか脳死でするじゃないですか、うん、でもこれをやらなきゃいけないんだなって思ってるうちはまだ二流なんですよ。じゃあそれがちょっと1個も見つからなかったら、もう1個前の単元に戻った方がいいかな、うん、みたいなのもあります、はい、すごい共感できますね、うん、じゃあ行きましょう。はい、あのこれボトムアップとトップダウンって、まあ、2個書いてるんですけど、これって、まあ、どういうことか。ボトムアップっていうのはもう見た情報から分かりそうなところを先に抽出する。例えば明らかにこことここの辺一緒でしょとか、うん、この角は一緒だろって、まあ、直感的にみんな1個ぐらい見つけられると思うんですよ、証明問題って。でそういうものとトップダウン、最終ゴールがまあ3つあるよ。その3つのゴールのどこに結びつくんだろうって逆算するって、まあ、それこそラオ先生の赤ちゃんが言ってるのと全く同じなんですけど、特に数学苦手な人はこのボトムアップ結構意識してみるとよくて、最初から例えば角が明らかに出なそうだなって思うんだったら、例えば合同やりたいんだったら3辺が一緒って言いたい、そっちにも持ってけばいいっていう風にある程度トップダウンも想像できるようになるんで、そんないきなりなんか逆算って言われてもむずいなって思うんだったら、最初からどれに行き着きそうかっていうのも情報から取捨選択していくのってありなのかなって。あと逆算っていう話で一個コツがあるなと思ってて、多分みんな3つの条件に結びつける練習は結構するじゃないですか。でもじゃあ1個の角が同じっていうための練習って意外としてないと思うんですよ。ああ確かに、角っていうワードに対してどういう執着があるかなって。例えば三角形の内角の場合180度から引き算して求めるパターンとか、はい、円周角の定理で同じだよねってするパターンとか、はいはい、そういう風に自分で体系化できてないと1個下までは遡れるんだけど、さらにそこから降りていけないんですよ。だから意外と逆算って言ったらみんなスッキリする気がするんですけど、意外とその練習もしといた方がいいんじゃないのっていうのが僕の意見です。俺それめっちゃわかるわ。ちょっと解説見てもなんでそこがそうなんだよ。それが分かってないのは前の単元のコーナーだっていう話ですよね、うん、でもこれ聞いてちょっと思ったんですけど、証明の問題って1個か2個仮定ありますよね、うん、その仮定が案外ヒントになってる場合が結構多いなって感じました、うん、そうだからそれこそそのボトムアップとトップダウンをうまく使い分けるっていうのはもう本当に大事だな、仮定から推測っていうのも仮定効果あるなって思いましたね、うん、はい、それではじゃあ皆さんフリップを戻してもらって3つ目の質問に行きたいと思います。それでは3つ目、図形問題の苦手を克服する方法となります。なんか証明問題できる人図形得意なイメージがあるんだよね。あー、なるほどね。どうせ3人とも図形は得意なんでしょ。いや僕一番苦手でした。あーそうなんだ、はい、一体形とかも本当にちょっと尖ってもいいですか。おちょっとです、ちょっとです、ちゃんと理由もあるんで。理由のないことは書かないでください。図形ってでもいろいろありますからね、どれでもいいですよ、何かに絞ってもいいです。多分聞いてないと思うけど。はい、それでは皆さんフリップを一斉にオープン。おい、どうも。ラオティ、すべての情報を一つに集約。集約。図形。考え。あなた、とりあえず書き込む仮定プラス各辺の新情報。テラさん、とにかく段階分けする。はい。なるほど。じゃあまずラオティちゃんから、はい、全ての情報を一つに集約、図形を考えよう、はいはい、ちょっとこれ上と下でちょっと説明が違うんですけど、まず上のこの一つの情報に集約をするっていうのはこれ塾の先生全員言ってることなんですよ。でこれどういうことかっていうと、図形問題って数学のいわばラスボス的なところに当たるんですよね。でラスボスってことは当たり前ですけど、いろんな武器持ってるし、いろんな情報入ってるし、攻略するためにいろんな技が必要なわけじゃないですか。その技というのが図形に書き込んであるし、文章に書き込んであるし、証文に書き込んであって、要は全部情報がバラバラなんですよね。一番最初にこれをしろって僕毎回言ってるのが、全部図形に集めろ。例えば円の半径の長さ、辺の一辺の長さ、どこどこの角度の大きさ、文章題に書いてあるけど図形には書き込んでないみたいな問題がすごく多い。それを全部図形に徹底的にまず一番最初書き込む、文章を読まなくても図形で解ける状態を作るっていうのがまずファーストステージだって僕は思います。でそうすると図形の中だけで考えていけばいいので、要は武器も絞られるんですよ。でそこからこう徐々につっついていくみたいな感じが一番図形問題はやりやすいんじゃないのかなっていうのが前半戦で、後半戦のこの考えなんですけど、ちょっと話変わるんですけど、これ一番思考力が伸びるのも僕図形だなって思うんですよ。この思考を伸ばすとか、その数学的考え方みたいなのって、そんな1個や2個、1日や2日とかじゃ身につかないもので、確かにそう、2年とか3年とかかけて割と身につけるものだと僕思ってるんです。その時に、まあ、割とこうすぐ回答を見た方がいい、すぐ解説を見た方がいいっていうのは、まあ、一理あるんですけど、僕は正直そうは思わなくて、3日間徹夜で考えてわかんねえみたいな。で紐解き紐解き、できるだけ自分の情報を吸収して回答を見た方が感動があると思うんですよ
よね。だからまあこれはちょっと一回それをやり込んだ人だったら分かるんですけど、その感動で自分の一個情報を吸い上げる、でまた新しい問題に挑戦する、3日徹夜する、分かんない、感動する、でこれでこう結構割と図形の知識っていうのが広がっていく。でこれで何ができるようになるかっていうと、いろんな武器を使う方法が分かってくると思うんですよ。例えばあここは三平方を使えばいいんだみたいなのってみんなひらめきだと思ってると思うんですけど、僕は引き出しの量だと思うんですよね。その引き出しの出し方みたいなのを学ぶために徹底的に考えて、分かんなかった引き出しの開け方を見るっていうのをこうひたすらそれをこう熟考して考える時間みたいなのが割と図形では大事なのかなって思います。3日徹夜とかめっちゃ分かりますよ。さすがに徹夜はしないんですけどでも1ヶ月とかの単位で全然問題置いとくことあるんですよ。そうすると意外と自分の頭の使い方整理されるんで、普通に他の数学の問題解く能力も上がるじゃないですか、で絶対それやった方がいいなって思います。ちなみにアガさんはどうですか、その辺り。私も結構その一つの問題にかける時間で長めに取ってて、自分でも負けず嫌いなんで、絶対解けるまでは自体地区から帰んないわって思いしながらいろいろ取り組んでて、それこそいろんな引き出しとか全部当てはめて、これの違いこれの違いっていうのを試行錯誤しながらやってました。みんなそうなんですね。じゃあ次、じゃあそんなアガさん、はい、とりあえず書き込む過程プラス各辺の心情、はい、はい、そうです。私もとりあえず書き込むっていうのを大切にしてて、やっぱり図形問題って文章の中に書いてある情報とかも全部図形のところに書き込んで、そこから回答に使えるものをピックアップしていくっていう風な手法を私は取ってます、うん、とりあえず書き込んだ後はそれこそさっきの問題です。逆算というか証明問題から学んだはずのピース当てはめていくっていうのを思考法を使って図形問題を解けるのかなっていう風に思います。これ案外書いたの分かるもんですよ。やっぱ図形が苦手な子って全然やっぱ書いてないなっていう印象がすごいやっぱり強くて、一個一個それを3日間その子にそれだけ言い続けるとできるんですよ、図形が。そう、東大対策とかで数学指導する時も図形書けって先に言いますよ。なるほど。それ書けない人がまず9割以上いるんですよ。それが書けるようになることでやっと数学がスタートするみたいなのがあるんで、高校受験の時に身につけておきたい一個の技術かなと思って。そうなんや、俺も今初めて聞きましたこれはぜひ中学生まで覚えたいですね。じゃあ最後、せーのさん。はい、僕からは逆に数学苦手な人向けの話なんですけど、段階分けようよって話なんですよ。じゃあ例えばこれ、僕1個三角形の面積求めようって話してるんですけど、三角形の面積求めるってなった時に、こうどうしても数学苦手な人ってなんかひらめきが必要だ思うから、とにかくなんか適当にいろいろ頭を巡らせるんですけど、何考えてんのって聞いてもわからないってなるんですけど、まず三角形だったら、まあ典型的だったら底辺の長さかける高さで、それなら一個一個要素を分けてそれぞれを求めるステップを考えていけばいいのに、できない子ってまず両方取り組もうとするんですよね。それをまずなくそうよとか、あとは三角形の面積求めろって言われて、どうやって求めるんだろうって言っても、まず何通りあんのかを考えないとアプローチの仕方がないよね。いろんなパターンがあるので、まずそれを体系化する、それが自分でできないんだったら学校の先生とか、それこそ塾や予備校の先生とかに相談して、どういう風な体系ができるんですか、パターンですかって聞けるようになると、意外と数学が最初できるようになるのかなって、僕も中学の時代最初なんで苦手だったかっていうと、教科書に沿ってだけしか勉強してなかったので、パターン化ってしたことなかったんですよ。けど意外とその学校の先生とかに、どういう風な可能性あるんですかみたいな、技術家庭科とかにやるようなフローチャートみたいなの数学で書けるようになった瞬間に、こんな簡単なんだみたいな、これは本当に図形で使えるんです。多分パターンにした後に考えてるんだと思うんですよ、できる人って自然と。でもできない子ってそれを多分無意識にできないから、そこで差ついちゃうと思うんで、武器を考えるところから始めたら一生武器の使い方学べないんで、最初に武器はなっといた方がいいのかなっていう感じですね。はい、というわけで今回数学が苦手な人のためのアプローチ方法としてそれぞれ出していただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。というわけで今回はこの動画で終わりしましょう。それではバイ。